大冒頭、その裏で歩み寄る不穏な影。こんにちは、米国経済開始付け、現 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。2年前につけた高値にはまだまだ半分にも至っていませんが、5月1 1日の米国市場では、主要3指数とも1%以上も上昇しました。 このチャンネルでひたすら申し上げてきたように逆イールドが解消するまでは緩やかに上昇すると言ってきた通り想定通りの展開になってきました言うまでもありませんがそれは逆イールドが解消した後の大暴落という名のビッグイベントに向けた盛り上げですが一つだけ言えるのは音楽がガンガン鳴り響いている中徐々に見え始めているはずの亀裂にほとんどの人は気づいていません例えば米国の商業用不動産業界では資産を持っている人たちが大安売りの同 超えた勢いで投げ打っている状況です。 問題は、ほとんどの人が浮かれている中、彼らは何を知っているのでしょうかこれからマーケットが回復するというのであれば、ここまで自ら莫大な損失を確定させてまで、なぜ不動産の叩き売りをしているのでしょうかそこには我々が知らなかった驚愕の事実がありました。今回の動画では、彼らが速報レベルで知り得た情報で、その他の方々が知らなかったことについて解説させていただき、不動産市場の崩壊がどの程度、そしてどのタイミングで発生するのかをご理解 いただきます本日の物語は不動産市場の叩き売りの増加はこれから始まる商業用不動産市場崩壊の新たな兆候という昨日出た記事から始まりますこの記事は非常に重要でなぜなら歴史を振り返っても不動産市場が叩き売られる時というのは銀行をはじめ多くの金融機関が MBS などの住宅担保証券を投げ売る時だからですそうすると何もわかってない金融機関がえこんなに大安売りしてんのってことで 大量に購入するわけですがこの後に起きるのが MBS 市場の崩壊だけではなく現別の住宅市場も崩壊するため銀行は多額の債務を抱えることになるからですでもその崩壊の前に起きるのが音楽がガンガン鳴る大暴騰の時です株式市場も債券市場も住宅市場もどの市場も 暴落の前に必ず起きる爆発的に上昇する時がこの時です。ブラックストーンはここ数週間でサンターナにあるグリフィングタワーズオフィス複合商業施設を8200万ドルで売却しましたが、これは2014年に購入した金額よりも約36%も低い額になっています。 プリンスパルファイナンシャルグループは2008年に5200万ドルで購入したニュージャージー州パーシッパニーのオフィスビルを1430万ドルで売却したという風うに書かれています5200万ドルで買って1430万ドルで売ったなら約73%引きで大安売りしたことになります閉店間際の大安売りにしてはやりすぎです サンフランシスコのカリフォルニア350番地にあるこのタワーは2019年に3億ドルと評価されていましたが今では 約6000万ドル80%も大暴落した価格で取引されています言うまでもありませんが我々が知らないところで商業用の不動産市場で何かが起きています数億ドルもしていた高価なビルは80%も大安売りをしているのはどう考えても異常ですですので疑問に思うべきポイントはこの叩き売りをしている企業や組織は何を知っているのでしょうかなぜそこまでして現在保有している物件を大量に手放しているんでしょうかそこに関しては後ほどご ご理解いただきます現在問題を抱えているオフィスビルの販売が増加しているということは。 米国経済の需要の低迷が今後も続くと考えるオーナーが増えていることを示しています。今資産を持っていると数十億ドル相当の住宅ローンの借り換えが必要となるため、叩き売りされるオフィス取引の件数は今後数ヶ月で増えていくことが予想されています。この文章の中では2つのことがわかります。まず1つ目は多くの不動産保有者が売却すれば市場には売り物件が多くなるため、 需要と供給の関係から値崩れしやすくなり、これが加速すれば不動産市場の暴落につながっていきます。これは当たり前でコロナショックの前は多くの需要があったため、どんどんとオフィスが増やされていましたが、今ではハイブリッドワークとしてオフィスと自宅を半々で職場として使っています。ですので、これまでのように大きなオフィスが不要になってきた事実がありますので、需要が低下してきている上に多くのオーナーたちが売却をして供給を増やしている状況ですので、価格はどんどんと下落。 していきますそして不動産市場と同じぐらいいやそれ以上に今大きな大打撃を受けているのが。 金融業界ですが彼らから不動産ローンの借り換えができるのかということです米国の商業用不動産市場は我々が住宅ローンを借りるときとは全くシステムが違うので基本的に満期までに全額を完済するということはしません商業用不動産ローンはバルーンローンというローンが仕組まれていて満期までに支払うのは金利のみで満期になったら借り換えをするというシステムですですので商業用不動産は満期が来たら金融機関からローンの借り換えをして しなけければいけませんがこのチャンネルで何度も言っているように金融機関は金融機関で逼迫しているため貸し出し基準を高めてもうできる限り融資は行わない方向になっていますそうなってくると不動産業者としても次の借り換えができなくなればローンの支払いができなくなるということでそれはデフォルトになります ということで、今のうちに打ち前というわけです。では、この崩壊を吸収できる余裕はまだ銀行にあるのかをデータで見ていきたいと思いますが、このチャートは青が通常の大手企業への融資の貸し出し基準で左軸で表しています。いつも見ているやつですね。今回はこれに加えて緑も表示していますが、緑も貸し出し基準ですが、商業用不動産業者に対する貸し出し基準。赤が商業用不動産の価格の前年同期比を表しています。 これを見ると青の通常の貸し出し基準よりも緑の貸し出し基準が急速に高まっていることがわかります。 そして2008年のリーマンショックの時を見てみると青の貸し出し基準が急上昇するとともに赤の商業用不動産価格が垂直落下していることが分かりますその落差は30%以上も暴落していましたつまり貸し出し基準が上昇している時は商業用不動産価格は下落し続けますそしてその暴落の後銀行が青の貸し出し基準を緩めた途端 すぐに不動産価格が急回復しました。もちろんこれは FRB が利下げや QE を実施したことも影響していますが、その後はひたすらプラス域で推移しています。つまり、 価格はひたすら上昇していったということを示しています。ですのでこのチャートで言いたいことは今は青も緑も貸し出し基準を高めている途中ですのでこれからもまだまだ商業用不動産は暴落していくことを示しています。これをわかっている商業用不動産オーナーは叩き売りしてでも今のまだ高い相場のうちに少しでも身軽になることを検討しているのです。だってこれからさらに叩き売りが始まるんですから 特に今回は大暴落の前に必ず発生するあらゆる市場での上昇の勢いが比較的強いので、今後の暴落はリーマンショックを上回るレベルになるかもしれないという思惑もあります。オフィスビルの売り出し物件も増加している。オフィスの在庫は増加している。とオンライン商業不動産競売大手 10X の社長が語りました。投資家は撤退している。 値下げ価格での販売は競合他社の賃料を割り込むことになるのでオフィス市場へのさらなる下押し圧力となる可能性が高いと言われていますこのチャンネルではひたすら言ってきましたがこの不動産市場の崩壊によってオフィスの賃料が押し下げられることになりますこのチャートは CPPI といって商業用不動産の価格の推移を表しています 2008年のリーマンショックと2020年のコロナショックでは大きく下落することになりましたがその傾向が今でも見られていますそして銀行も特に中小銀行ではこの商業用不動産に多額の投資を行っています彼らは何よりも現金が必要な時期なんですここ最近個々の銀行において手持ちの現金が増えたという記事が出ていますが中小銀行全体としては未だに預金額はひたすら右肩下がりになっています ですので、資金力を高めるために中小銀行が融資を行わないと決めたら、その時こそ商業用不動産の息の根が完全にストップすることになります。つまりこのタイミングでローンの借り換えができなくなった企業からデフォルトドミノの連鎖が発生することになるのです。この商業用オフィスローンの支払い延滞率は4月に2.77%にまで上昇し、2019年8月以来の最も高い数値となりました。 この2019年というのは FRB が金利を下げ始めた時ですが今の段階でまだ利下げが始まるといった風潮は未だに見られません今年第一四半期には26棟のオフィスが差し押さえられましたが去年の第一四半期の6棟と比べると4倍以上にも膨れ上がっていますそして利下げがまだまだ先のことであることからするとこれらの差し押さえ物件や支払い延滞率はさらに上昇する傾向になります この上昇傾向を吸収できる余力はもう銀行にはありません。これから多くの企業がデフォルトに陥れば、多くの人がリストラに会い、失業率が上昇し、さらに消費者需要が低迷し、それがまた企業利益を押し下げ、またオフィス需要が減少していくといった悪循環モードに入っていきます。その傾向の一環として、小売大手のターゲットの売り上げが圧迫、買い物客が生活必需品のみにこだわっている、 という本日の記事に物語は移っていきます。あれターゲットって株価上がったんじゃないの決算悪かったのと思った方いらっしゃるかもしれませんが、表面上の数字に騙されてはいけません。あくまでも今回の決算はアナリストが著しく悪い予想をしていたので、これに対してほぼ同等でしたので、株価はほとんど変わっていませんが、重要なのは今後です。高齢大手のターゲットは直近四半期の売上高が大幅に減少したと報道されています。 直近の四半期売上高は前年同期と比較してほぼ横ばいとなった。これは前四半期の0.7%増よりわずかに低く、直近四半期の売上高0.2%増というアナリストの予想よりも下回りました。ここ最近同じような記事ばかり出ています。 昨日の動画でも解説しましたが、ホームデポの決算が終わっても直近20年の中で最悪の決算だったと報道されていますが、まさか翌日の決算の記事でも全く同じ記事を扱うとは思いもよりませんでした。今回はターゲットという小売大手ですが、ここでも消費者の需要が急低下している様子が見られます。人々は贅沢品から距離を置き始め、食料品などの生活必需品にシフトしつつあるとターゲットの執行役員はおっしゃられました。 インフレの時はこういう傾向にありますが今は金利も物価も高い中賃金だけは見合っていないということで消費者が余計に苦しんでいる状況がわかります。ターゲットのブライアン・コーネル CEO は、 当社は在庫縮小による大きな逆風と戦い続けていると述べた上でターゲットは縮小により今年の収益性が5億ドル以上も減少する可能性があると予測していることも述べられました。これはホームデポも同じですが今年の予想は特に小売店では収益がどんどんと圧迫されていくと言われています。もちろん大量に甘積みになった在庫をまずは片付けに一層セールをしないといけませんが これは自らだけではなく、仕入れメーカーへの新規受注が絶望的になるため、様々な電波障害を引き起こすことになります。これが長い間続けば続くほど、様々な業界に電波し、障害を与え続けることから、米国経済全体に悪影響を及ぼしていきます。このチャートは、青が10年3ヶ月のイールドカーブ、赤が氷売,売上高の前年同月比を右軸で表しています。 イールドカーブとは長期金利から短期金利を差し引いた数値のことで、今回は長期が10年で短期が3ヶ月を示しています。経済が順調な時は、この黒線よりも上にあるのが通常で順イールドと言いますが、 経済が不安定になると黒線よりも下、つまり逆イールドになっていきます。これを見ると今はとんでもない逆イールドが進行しており、その深さは2000年の IT バブル崩壊や2008年のリーマンショックを上回るほどの逆イールドが発生していることがわかります。このチャンネルをいつも聞いていただいている方は、この逆イールドが解消してからじゃないとリセッションは来ないし、株価の大暴落は来ないとご理解されていると思いますが、これが来た時は本当に警戒すべき時だと考えています。 歴史を振り返ってみると、この逆イールドが解消すると、赤の小売売上高が一気に下落しており、昨日解説したホームデポの決算ミスも、今回解説したターゲットも、 小売業界が傾きかけている要因がなんとなく分かってくると思いますが、今の逆イールドの進行の仕方からすると、これはまだまだ悪化する方向に動いていきます。株価の大暴落は逆イールドが解消された後で発生しますが、今は逆イールドが解消するどころか、どんどんと王族を深掘っていき、その大地震のエネルギーをどんどんと貯めている状況なんです。ということで今回の動画は以上となります。今回の動画がちょっとでもいいなと思った方は高評価いただけると嬉しいです。 今回の記事はムームー証券にて速報が送られてきました。 今回解説したような記事をリアルタイムで知りたいという方は概要欄にあるムーム証券にて講座解説いただければラグなしで重要記事が見られますお金入れなくてもラグなしで重要記事が見られますのでもしよろしければ検討してみてくださいそれからレバナス一本リーマン特別動画のプレゼントとして初タイアップキャンペーン5月19日までと書いていますが数名の方から取引し忘れましたというご連絡をいただいたので5月19日まで明日までですね延長していますので忘れてしまった方はお早めに 取引していただければまだ間に合うと思いますそれから世界の優良なユニコーン企業に投資できるファンド非常場トコムというのもあります上場前のユニコーン企業にはメタ、ウーバー、パランティアなど多くの機関投資家が上場前に投資した銘柄というのは上場後に爆上げしましたがこのような上場前の銘柄に投資できるのが この非常ッ .com です。お金入れなくても無料の登録さえしておけばどんなところか見ることができます。もちろんリターンが大きいということはリスクもそれなりにありますので余剰資金の中でサテライティ的な感覚で検討してみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。メンバーシップもやってます。